トラワエの館最終決戦です。いやあ、先生来てよ。とうとう最終章がやってまいりました。ラスボスは巨大化した夫婦ラスボスが巨大化した化け物っていうバイオハザードならわかるけどみたいな展開になりましたが、さて前回ハル君とジンがさやられてしまって一人で立ち向かうことになります。いけるのか、勝てるのか、こんなでかい化け物に。第5章トラワエの館、ゲームタイトルがそのまま第5章になってますから、タイトルになってますからね。そんなジン、ハル、いやあああああ、変身前の面影全然ないで、金髪ってことぐらいしか面影なくなっとんねんよお前いいとも簡単に食われちまったなぁ。おい、もう諦めろ。お前はこの館からは出られないんだ。そんなこれは確かに絶望する。だってお前は一人じゃ何もできないんだからなぁ。ミサちゃんの過去を知っていながらの発言みたいな感じになってるね今も。ミサ、いいから私の言うことを聞くんだ。それともお母さんの言うことが聞けないのかい？ああそうか、ミサちゃんも回想の中じゃお母さんにこう圧倒されよって感じだったもんな。もうなんていうか圧倒っていうか無理やり言うことを聞かされよって感じ、恐怖政治を敷いとる感じだったもん。お母さん、また私を見せるのかい？え、あの時私を見捨てたみたいに。私がお母さんを見捨てた？見捨てたも何も、見捨てられるようなことしたのはお母さんの方だろうが、あんだけ暴力振るってさ、DV ってやつだよ、DV。どんな感じだろう、今回。児童相談所のものです。あなたのお子さんを保護します。やめてください。私の大事な娘なんです。大事な娘にあんな DV するやつ、お母さんがおるか。何を言ってるんですか。こんなに痩せて、あざだらけじゃないですか。ゾンビみたいな感じになってるやん。ミサ、あなたからも言いなさい。お母さんはあなたを大切にしてるわよね。どの口が言うんだお前は。いつも優しいわよね。本当のことを言え、ミサちゃん。ほら、早く何か喋りなさい。お母さんなんて嫌いだ。え、よく言った。これはしょうないわ、お母さんが暴力振るうようやけん。お母さんなんていなくなっちまえばいいんだ。あなた私を見捨てるの？ミサだけが私の頼りだったのに。あ、お母さんもお母さんの方で、あれか、もうお父さんが出ていったけん、娘のあなただけなのみたいな、そういう感じになっとったんじゃ。私は昔からお母さんに疫病神とか人を不幸にするとかずっと言われてきた。ミサ、お酒を飲むたびに殴られたり蹴られたりした。お風呂にもずっと入れてもらえなくて、学校では臭い臭いってみんなにいじめられた。暴露して言ってる。もう嫌だ、私はお母さんなんて嫌いだ。私はお母さんが憎い。ミサちゃんがここまで言うようになるとは、前の回想に比べたらさ、そこまで言えるようになった何かがあったんやなっていう感じに見えるよなこれ。
これってジンとハルと出会った後なんかな、これだとしたら納得するんやけど、だとしたらあの二人に励まされて後押しされてこう勇気づけられたみたいな、だったらわかるな。これ私もうお酒二度と飲まないから。お母さん、お酒二度と飲まないって人は大体3日後ぐらいにはもう飲んでるんですよ。許してお願い。やだ、今までもう何回も同じことを言われてきた。そのためにお母さんは約束を破ってきてない。それではお子さんは保護させていただきますね。そんなやめて、ミサー、私を見捨てないで。あれ、お母さんおっぱいでかいな。お前はまた私を不幸にするのか。どっちがだよって感じじゃん、これは。お願いだよ、私を一人にしないで、ミサー。なるほど、こういう感じでお母さんと別れたんじゃ。はっ、え、今のは、これは見捨てたというよりかはさ、ちゃんと別れを切り出した感じやけんさ、ミサちゃんは何も思い詰めることはないと思うよ。たとえ相手がお母さんでもね。その化け物は少しずつこちらへと近づいてくる。あなた、私のお母さんなの？今頃気づいたのかい？いやだ。だ。まだ逃げるんだね。この私から。まあいいだろう、ゆっくりと追い詰めてやるよ。あんたはこの館からどうせ出られないんだからね、とか言うてさこのでかい体で動き回ったせいで、あそこに穴がある、出られたみたいな感じになっとったらさ俺ってなるからねちょっと笑うけどえってなるお、あれ、あ、体内か。まだすぐに溶かされてるわけじゃないんやな。ここは、リーサの体の中？ジン、起きて。バカたち、どうやら食べられちゃったみたいだね。ああ。どうしよう、ミサは大丈夫かな？早く外に出なければ。そうだね。でも、どうやって出ればいいんだろう。一寸法師みたいに、お腹の中からチクチクしてやれば。一寸法師みたいに。とにかく、外へ出れる場所がないか、探すぞ。うん。ああ、陣君してね、動くんじゃ。あ、まやだ。クローズ。早くここから出ないと。ミサが心配だよ。落ち着け、ハル。何か外に出る方法があるはずだ。考えるんだ。うん。よっしゃー。ネロニー、おい、ネロニー最近ビート思っとったらお前壊れてた。嘘だろあれは、リーザのペットじゃねえか。どうしてこんなとこにいるんだ。ほんまにじゃん、お前実のペットだろうが、お前どういうこと。おい、お前どうしてこんなとこにいるんだ。リーさんに食べられてしまったんだ。どうして自分のペットをそんなにこの館で出される飯ってまずいか。あんな高級料理を。最初からリーサはオイラのことなんて大事にはしてなかったよ。何でも言うことを聞く召使いみたいに思ってただけさ。はあ。
大丈夫か？もうそろそろ限界みたいだ。限界？そんな君たち、ミサをこの館から出したいんだろう？どうしてそれを？君は一体何者？ほんまやで、ジブリの世界だったらこんなやつうようよ歩いててもおかしくないけどさ、ジブリじゃないもんこのゲーム。今オイラのことは後回しだよ。とにかく聞いてくれ、リーさんには弱点があるんだ。弱点？え、リーさんの弱点、実はウブ。弱点？ああ、全部で3箇所ある。3箇所ってそんなそんなゲームの攻略法みたいな弱点あるんじゃん。その弱点に高ナイフを突き刺せば、もしかしたら体内から出られるかもしれないよ。それじゃあミサを頼んだよ。死んじゃった。ネローニはミサとどういう関係だったんだろう。それは正直わかんねえな。だがとにかく今はここから出ることを優先するぞ。そうだねジン。ネローニは弱点が3箇所あるって言ってたな。うん。それにナイフを突き刺せって。よし、それじゃあ早くその弱点を探しに行くぞ。ミサをあいつから守るんだ。うん。自分のペットがこんなことになってもいいのか。なんか変な動いてる。湖にいるのはもうぶち込んでる。これはあれか、あなたが落としたのはこのこれですかみたいな感じで中から女神が出てきてもっといいもん出してくれることを祈って、なんかぶち込んでるパターンのやつかお前。出てこんぞそんなことしても。わあ、弱点ある。滝？うえぇ、変な匂い。あの滝、食べ物を溶かしてるな。胃なんじゃ、この辺りって。胃の中なんじゃ。え、じゃあここはリーサの胃袋だね。じゃあ、あの滝は。ってことか、これ、魚とか木とか、もうリアルタイムにいろんなもん食ってきようってことか、お前。こういうことをしよるうちに、リーザはもう館のいろんな至るものを繰り散らかしちゃうってことか、これ。そういうことになるよな。じゃあ、あの時は。おそらく、遺産だよ。なるほど。食べ物を一瞬で溶かしてくるから、触れたりしたら、ひたもいもないからね。あの罰印。あれが、リーザの弱点じゃないのか。本当だ、なんかある。あそこにナイフを刺せばいいってことだな。でも弱点はあの滝の後ろにあるね。なんで都合よくあんなところにあるんだ。弱点やけんさ、自分の遺産で溶けるとかそういうのはないの。そういうアホみたいなことない。どうやって弱点にナイフを刺せばいいんだろう。とにかくいろいろ試すしかなさそうだな。まあそうなるよね。遺産を分泌を止める方法がな、これ蓋な、大きな鍋の蓋。何かに使えるかもしれない。使えないよ。こんなもんあっても傘、これがあればあの滝をくぐれるか。いや、さすがに危険やな。もうなんかちょっとボロボロやしさ、こんなんで防げたら、そんなんで防げたらさ、問題ないって話やろ、最初から、お前。まあ、とりあえず、持っておくか。カサッと。カサッと鍋の蓋ってさ、貧乏な勇者やな。貧乏な勇者の旅立ちみたいな感じになったのよ、お前。これは？
ここは残飯やらゴミやら汚ねえな。まあ胃袋だからしょうがないよ。いや胃袋に普通ないようなもんがあるからね。樽、壊れた樽とかあるわけないだろうがお前。どんだけリーサ雑食やねんって話だろお前。雑食にも程があるわお前。え、あれ、ここの奥に何かない？ん、本当だ、何か空間がありそうだな。え、じゃあもしかしてこの空間たどって道の通りに歩いていけばあのバテンの裏側来るとかそういう話なんかな。どかしてみよう。これは通路だな。一体どこに繋がっているんだろう。都合よく裏側に繋がってるとか何かな。おお、な、お、上のところ来たんじゃ。ここは遊山の滝の上か。この辺もよく調べてみるか。こっから出てきようんやな。この穴からたくさん食料が落ちてくるな。ってことはこの穴は食堂か。そうだ、さっき拾った鍋の蓋でこの穴を塞いじゃえばいいんじゃない。あ、食べ物がなくなれば遊山で溶かす必要ないから分泌も止まるぞって話かな。そうすれば食べ物が落ちてこなくなるから遺産も止まるんじゃないかな。なるほどね、なるほど。早速試してみるか。え、なんでこんだけ、なんでジャストフィットしてんの。なんでジャストフィットしてんだお前。なんかすごいジャストフィットしとってないかお前。もう鍋で蓋をしてくださいと言わんばかりのサイズ感でないか。鍋で蓋をすることを前提で作られたようなサイズ感になっとるやんお前。よかった、ちょうど蓋の大きさにぴったりだね。ぴったりじゃないじゃないだもん。ああ、これで食料の供給も止まったな。ああ、止まった。やったー、狙い通り、遺産が止まったね。早く下に降りて弱点にナイフを刺そう。ああ。だけども。てか、下の方にあった遺産も消えとんじゃ。傘なんだったんだろう。よし、ここが弱点だな。じゃあ刺すぞ。この前振りなんなん。じゃあ刺すぞって言う必要ある。うん、グザ。結構生々しい音聞こえた。グワー、うわ、リーサの悲鳴だな。苦しんでるってことはやっぱりここが弱点だったんだね。よっしゃあ、よし、弱点はあと2つだな。早く次の弱点を探しに行くぞ。うん、たた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 た。ネローニ、それが世間でよく言うごめんねってやつか。ここはなんだ。細い道が奥まで続いているみたい。しかも道の両サイドは崖みたいになってるよ。あそこに落ちたらひとたまりもねえな。気をつけねえと。え、おお、あるで、あるで。あれってリーサの弱点じゃない。またあれをナイフで刺せばいいってことだな。よし、そうと決まればさっさと行くぞ。オッケー、グーグル。これはなんなん、ダンボールが3つ並んでさ、バリケードみたいに。あれなんか変なものが置かれてて通れない。どうしよう。どいてろ、ハル。え、バギ。ほら、これで通れるだろう。脳筋、ジン君がやけに脳筋だ。うわ、さすがジン。昔、やんちゃで、裏のラスボスと言われてた頃を思い出すね。すごい力だね。そんなことはいいから、早く行くぞ。うん。壊す。スマホ版は壊したいものの前で画面を連打しよう。PC 版は壊したいものの前でスペースキーを連打しよう。てか。ロロロロ、うわ、なんか来たー。なにこの気持ち悪いやつ。生焼けのフランクフルトみたいなやつに
目と口がついた感じのやつ。うわ、何あれ、へったくそな絵師が描いた化け物みたいなやつ。気持ち悪い。おい、俺たちを追ってくるみたいだ。急ぐぞ。マジっすか。いやー、ちょ、ちょ、ちょ、待て、やばいやばい、連打ゲームになってる。きたー、オーマイゴー、オーマイゴー、やばい、マジ、チクチクチク、近い、あ、違う、やー、なんか、早いやつ出てきた、あー、あー、あー、ワイト危ない、後ろおる。いや、着点三者としても後ろおるよ、逃げられないよ。あとどうすればいいですかね。弱点にさせたらいいけど、どうすればいいですかね。はぁ、はぁ、やっとここまでたどり着いたね。あ、ああ、早くナイフを突き刺すぞ。うん、くさ、くぁぁ、聞いております。大きな叫び声とともに体内は大きく揺れた。そしてご都合式かのごとく奴は消え去った。いや、おかしいや、大きく揺れてさ、ここら辺におるやつはさ、ちょっとその揺れでこっちまで落ちたのわかるよ。でもこっちに落ちたやつはさ、両端この段ボール、木箱みたいなんで塞がれてさ、落ちはせんと思うよな、これで突っかえて。なんかすごいご都合主義な感じの揺れ方で落ちたらしいわ。おお、聞いてる聞いてる。これで弱点は残り一つだね。おい、ハル、ゆっくりしてる時間はないぞ。早く次の弱点を探しに行かねえと。あ、うん。5時間後。あんだけダッシュしてたのに、ここまで来るのに5時間かかったのみたいな。よし。これで残る弱点は、あと一つだな。うん。真ん中が空いてる。ここは、なんだかドクドクうるさいね。心臓か。おそらくリーサの心臓が近いんだろう。ねえジン、ちょっとあれ見て。ん？お、お、鍵も、あ、鍵2本？あ、そうか、お父さんと融合したっけん。2本あるんだよ、ここに。へえ。あそこにリーサの弱点があるよ。あ、それに鍵もうっすらと見える。本当だな、2本あるってことはリーザとムールの鍵か。わあ、また化け物できそうな感じやなこれ途中で。道が二手に分かれてるな。うん、おそらく弱点につながる道は右じゃないかな。どうして？確かにそうだな。そうと分かれば、そうと分かれば早速。いやー、やっぱ出てきた。右、ちょっと待って。おそらく右ってどういう根拠で言うたの？ジン君も確かになって見て分かったかのように、お前ら二人には何が見えとったん？俺見えてないやけど。わ、また何か来た。この、くそ忙しい時に。ほんと、迷惑だね。このままじゃ敵を引き連れて弱点まで突っ走るか。え、ちょっと待ってジン。なんだよハル。僕が奴らを引きつけるよ。何？さすがにあの数の敵から逃げるのは面倒だし、下手したら弱点までたどり着けないかも。そりゃそうかもしんねえけど、だからジンはこのまま弱点の方に走って、僕は奴らを引きつけて逆の方に逃げるからさ。でもそれじゃあお前がいいから。わあ、ハルくんすごいかっこいい。この時のハルくんはかっこいいぞお前。いつもチャラいハルくんから想像できん。てかさ、いつもチャラチャラしとっていきなりこうキラッとね鋭い顔をする人って、なかなか女の子にドクンと言わせる時あるよね。なんかデュラララのオリハライザヤみたいな感じやな。ミサを守るために僕たちはここから出るんだろう。そうダメなら僕は何だってするよ。まあ、なんかちょっと三日月オーガスみたいなものを感じた今。
わかったよ。じゃあ頼んだよジン。お前もな、せいぜい死ぬなよ。あ、こっちを操作するんだ。おい、こっちだよ。お尻ペンペン、ここまで。うわあ、危な、割と危ない。うお、お前、いやー、疲れた。ぐえでんでん、いやん。でー、やっぱり来ちゃったー。あ、あれ右下のやつもこっちに無視して、こっち行きやがって、お前。向こう行きやがって。こっちじゃーい、来てくれー。あ、来た。来てますね。よいー。オッケー、よし。これだけ敵を引きつければ、あとはジンがやってくれるのを信じるしかない。そしてジン君は？ああ、俺もこっちも操作するんだよ、俺が。弱点まで急がねえと。ゴー。わあ、一匹来たよ。一匹漏れてきたのや。でも、この数なら何とかなるはず。よいしょ。いやー、危ない。何とか。いやー、そっちが来るとか聞いてません。引きつける引きつけないの問題じゃないだろうが、そっちにおったらお前。どっから出てくるかな。行きたい行きたいよな。うわーん、うわーん、こっちで巻いて。よっしゃ、うまいこといった。よしよし、あ、うわー、今なんですり抜けたん、なんで今すり抜けたん疑惑のハンデ入りました。デビルワットコースかな。ジン君、アイシールド21って言われたことあるかな。よし、これで最後だ。グッサー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 。最後のグッサーって音は結構響きました。うわー、よし、これで、あれ、色は違う。鍵が消えた。あ、消えた。あ、色の違いとかは別に関係なかったんじゃそうか、ここはリーサの体内。おそらく体の表面に鍵が出ていたんだろう。あ、なるほど。これで外側から鍵を取ることができるようになったはずだ。あとはミサ、お前が頑張るしかない。ジン、ハル、二人とも死んじゃったの？はあ。ダッシュしているミサちゃんもなんか可愛い。ギャハハハハ、待てよ、可愛い子ちゃん、そう逃げるなんていいじゃないの。ダメよ、ダメダメ。どうせゾロ館からは出られないんだ。もう諦めろ。はどうしよう。クロモは逃げ続けても結局捕まっちゃう。そうの日だった。ぐわー、よっしゃ、最後の弱点使えた時だ。な、なに。今まで私を追いかけてきていたリーサが急に苦しみ出した。まさか私の中で何かしてるのか。椅子防止大作戦だよ。どうしたんだろう。明らかに苦しんでる。あいつらまだ死んでねえのか。苦しんでますね。年金が薄くなってきた老後を苦しんでますね。あいつら、もしかしてジンとハル、二人はまだ生きてる？グー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 。あ、あれ？次の瞬間、リーサの胸元に光る何かが見えた。出てきた。あ、あれって鍵？それに二つ出てる。そうか、あれはリーサの鍵とリーサに食べられたムールの鍵だ。あんなところに鍵があったなんて。じゃあ、あの鍵を取れば。うわあ！
かなり苦しんでるみたい。きっとジンとハルが体の中で何かしてるんだ。何かしてるんだって。私もこのまま逃げてるだけじゃダメだ。どうにかしてあの鍵を取らなくちゃ。あの鍵を奪えばジンとハルも助かるかもしれない。ああくそー。だが私の腹に入っている限りあいつらが消化されるのは時間の問題だ。そうかな。ミサちゃんは決意を新たにしたぞ。仲間の中の二人が死なないことを祈って、死なないことを信じて決意を固めたぞ。見ろこのリサちゃん、リサちゃん言っちゃった、リサちゃんじゃねえよ、ミサちゃんの決意に秘めた顔を。あ、なんだその反抗的な顔は。もしや私の鍵を奪えるとでも思ってるんじゃないだろうな。思ってますよ。もう今のおみさちゃんは何でもできちゃう気がするもん。そうだもん、私は何でもできちゃうんだから。おお、やる気か。ギャハハハハハハ。どうにかしてリーザから鍵を奪うんだ。でもあの巨体から、あ、この狭い館の中を逃げ続けるのは無理がある。どうすれば、こういう時はさ、老後になっても年金払いませんよって言ったらさ、え、それは困る、やめて、何でもするからやめてって言ったらさ、じゃあ鍵くださいって言ったら、わかったよ、年金のためだって言ったら渡してくれるかもしれんな。それで行く。ガシャーン、ドカーン、ピキューピキーテキーテキーピピピピチー、いろいろと聞こえちゃいけないものが聞こえてきてするけど、まあいいや。うわ、巨体のリーサが暴れるから館がどんどん崩れてるんだ。まずい、このままじゃ館もろとも潰れちゃう。あれ、今のは衝撃で廊下の壁に穴が開いてる。あそこから館の外に出られるかも。うわ、俺が最初に言ったみたいな感じになってるやん、お前。私は一目散にその穴に走った。待てー。いや、ちょっとだんだん喉が枯れてきてるからね。喉が痛いからね、この声。逃げる